はい、どうもこんにちは、トヨンです。僕はですね、鉄道がとても好きでしてですね、いわゆる鉄道オタクというやつなんですけども、クラスに一人はいる変なやつですね。それでですね、僕がこの前街をですね、バカみたいに歩いてたところですね、なんか出店みたいなのが出てまして、そこにですね、本当にそこの一角に僕にもう買わないと損するぞと言ってくるような商品がずらーっと並んでるところがありまして、なんか本当にもう鉄道グッズだらけみたいな、本当にもう鉄道オタクにはもう天国みたいなところがありまして、いろいろ買いました。で、今日はあれですね、叩かれがちな商品紹介というやつをやります。ブラウザバックしないでください、お願いします。ということでですね、まずはちょっといろいろ買ってきたんですけども、いろいろとは言ってもね、そんなには買ってきてないかな。はい。まず、普通のやつからね、本当にどこでも売ってる、なんか100均でも売ってるみたいなやつから行きましょう。はい。シールですね。これ100円でした。まあ、なんか妥当な金額ですね、本当に。多分、原価は20円もしないぐらい、10円、20円ぐらいでしょうけども、まあ、はい。E235系っていう、まあ、やつなんですけども。まあ見たことある人も結構多いんですけど、まあシールです、これ。まあこれはまだね、わかるでしょ。ちっちゃい子とかがよくね、なんか、本屋とかに行ったら買うやつですけども。でですね、まあここからなんですよ。こいつやばいなって思われる商品。こちら。はい。弱冷房車。やばくないですかね、これ。ね、これ見たことありませんかね。全然もう電車とか興味ないから全然そういうの見てないって人はまあわかんないと思うんですけど、こういうステッカーが電車のなんか上の方に貼ってあるんですよ。これはもうすごいなって僕思って、とりあえず買いました。これ何円だと思います？これ500円です。なんかこれぼったくりですね、これ。まあでもですね、500円でもこういう風に買う人が結構いますので、まあ本当にオタクからしたら妥当な値段なのかな。まあいいや。はい、そんな感じです。ちょっと今から開けていきましょう。あー、なるほどなるほどなるほど。ちょっとしたなんかシリコン的なやつになってて、あれ違うな、これ。あ、すごい、これ貼り付けられるようになってんだ、これすごいな。ちょっと後ろに貼ってみますか。はい、ちょっとなんか壁に貼ってみました。はい、次もまたすごいですよ、これ。はい。寝台。これ、寝台特急の、なんか、ブルートレインってわかりますかね？青い寝台特急、もうなくなっちゃったんですけど、みんな。そういう、まあ、それじゃなくても、まあ、あるんですけども、なんか、そういうのによく貼ってある、寝台列車の、なんて言うんでしょうね。いろんな寝台の番号がありまして、A 寝台、B 寝台とかなんかデラックスとかいろいろあるんですけども、そういう感じの、ここは A 寝台の号車ですよっていうやつのステッカーですね。これも多分ですけど、シールになってて後ろに貼れるんじゃないかな。あ、やっぱりこれもシールだ。剥がせるようになってますね。あ、いいな、これ。画鋲とかでやんなきゃいけないと思ってたんですけど、ね、全然、あ、ちなみにこれも500円です。これもですね、なんかちょっと貼ってみました。はい、次。これは多分シールじゃないと思うんですよね。はい、こちら。禁煙、ノースモーキング。すごい、これ禁煙車ですよっていう。これは結構ね、見たことある人多いと思うんですけども。でですね、これだけなぜか200円だったんですね。なんであれ、シールのやつ500円で、このなんかちゃんとしたやつが。200円なのかよくわからないんですけども、ちょっとこれも出してみましょう。もしかしてこれもシールなのかな。ちょっと、あー、なんか周りの包まれてる紙もなんかちょっと違いますね、これだけ。お、いや、どうだ。あ、シールだ、これも。あ、え、どういうことこれ。なんか裏がこういう風に剥がせてシールなのかなと思ったんですけど、裏はなんか貼れませんね、これ。なんか意味わかんないな、これ。まあいいや、これはちょっと立てかけたりしておきましょう。はい、いろいろですね、グッズを貼り終えました。ではですね、部屋がどのようになったか一緒に見ていきましょう。はい、では
部屋に入ってきました。見ていきましょうね、いろいろ。はい、まず最初にですね、こちら、延伸台。ね、部屋にこんな感じでね、こちらにはですね、まあ、これもともと貼ってたんですけども、電車のね、写真がね、これは新幹線なんですけども、全部新幹線の写真と延伸台というのがね、貼られています。そして、こちら、弱冷房車。こんな感じ。はい。なんか、こういう感じでですね、貼ってあります。そして、こちらの禁煙ノースモーキングというのを、こちらに立てかけておきました。はい。どうですかね、これね。これパッと見ですね、完全にやばい家ですね。